はい、えー、おはようございます。こんにちは、こんばんは。MDC グループ総代表を務めております。えー、ナチュラルチェストモンスター、健太店長です。はい、えー、今日も元気に動画撮っていきたいと思います。よろしくお願いします。はい。えー、動画の概要欄にですね、私が運営しております、えー、ホームページの URL と、まだちゃんと YouTuber として活動してた頃の えー、URL。あとですね、えー、最近 Amazon さんで出版させていただいている電子書籍の URL。はい。えー、こちらすべてがですね、動画の概要欄に集約されておりますので、えー、ぜひぜひお時間ある方は一度チェックしていただけると嬉しいです。よろしくお願いいたします。はい。えー、今日はですね、あのー、まあ、仕事関係のお話なんですけども、あのー、ちょっとね、 どうぞ、久しぶりに、あの、腹の立つ出来事がありまして、僕、まあ、あの、もう36で、えっと、まあ、最近ねその、結構穏やかな生活を送っているので、あの、あんまりね、腹が立つこととかってなかったんですよね。だけど、ちょっと、久しぶりにちょっとね、この前、あの、カッとなることがありまして、まあ、仕事でなんですけども、 あの僕の、ね、動画のリスナーさんだったらもう知ってる通りなんですけども、えー、僕4ヶ月ぐらい前からあのフルリモートの、ねえー、会社に勤めてたんですよね、はいまあ、最近見始めた方は知らないかなと思うんであれなんですけどもそうフルリモートワークをやってたんですね,で、えっと僕ねその まあ、動画のリスナーさんにはみんなにその今、フルリーモートの会社やっててって話はしたんですけど、あの数日前に、景気満了で終わったんですよ、そこの会社。はい、で今、もう僕、違う会社に今、所属して、えまあ、同じようなことやってるんですけども、はいまあ、あのいろいろ動画のネタにしてた会社は、えー、4ヶ月で、はいまあ、景気満了で、えー、退社したんですね。はい で、あの、このカットした話っていうのは、この、景気満了日、うんと、まあ、その退職日ですね。はい。その日にちょっとね、あの、そこの会社の社長とちょっとやり合いまして、はい。えー、まあ、あの、動画でね、結構言ってたんですけど、正直、その4ヶ月間いた会社って、もうほぼほぼ詐欺会社なんですよ。はい。 まあ、詐欺みたいなことやってる、詐欺まがいのことやってる、まあ、怪しい会社なんですよね。はい。一応、まあ、株式会社、なんちゃれかんちゃれみたいな感じなんですけども、まあ、蓋開けてみたらもう完全に、いや、これマルチ一緒みたいな、うん。もともとマルチやってた社長みたいな、えー、そういう会社だったんですよ。IT 企業とか言ってますけども、はい。まあ、ね、僕がもともと、ね、そういう昔は、ちょっとほら、グレーとかブラックの方にいたので、 まあすぐわかるんですけども、完全に社長、マルチの社長なんですよね、はい。マルチ出身のそれなんですよ。で、まあまあまあ、僕はね、一応ちゃんと、あのー、社会保険払って、お給金さえもらえれば、まあ、あのー、法律に触れるようなことはやりませんけども、まあまあまあ、普通の業務はやりますよってことで4ヶ月間。はいえー、僕はね、あのー、とある SNS のマーケティング担当をやってたんですね。はい、で、あのー、 あまあ、前はね、その SNS は普通に言ってたんだけど、まあ、ちょっととある SNS って言っておこうかなと思って、はい、で4か月間、その会社でとある SNS のマーケティングを担当してて、まあ他にもちょっといろいろやってたんだけども、基本、メインは、えー、SNS 担当だったんですね。で、あのー、全部は言いませんけど、そこの会社のやり口が、まあ、個人でアカウントを作ってくれと、僕にね。はい で、僕、は20個ぐらい作りましたね、アカウント。はい。で、まあ、もちろん、そのね、あの、そこの SNS の規約に抵触しないように、はい。ちゃんと一応ルールにのっとって、僕はあの、自分でもそこの SNS 運用してるアカウントがあるんで、はい。まあ、その SNS のルールにのっとって、僕は作ってたんで、まあ、問題はないんですけども、はい。で、まあ、あの、ま、いろいろとアカウント作って、マーケティングっぽいことをちょっとやってたんですけど、 で、まあ、フォロワー自体が結構、まあ、僕はもともと SNS 得意なんで結構、2ヶ月ぐらいで2万5、6000人ぐらいにフォロワーがついたんですよ。その、会社で、えー、会社のために作ったアカウントがね。はい。ほんで、えっと、まあ、4ヶ月おったんですけども、正直、まあ、2ヶ月ぐらいで僕、かなりやる気喪失して、そこから全然もう、正直、その SNS、いじくってなかったんで、 まあそのままでだいたい横ばいぐらいで進んでったんだけども、あのー、退社日1日前に急に社長から、あのー、まあ、LINE が来まして、あのー、この4ヶ月間使ってたアカウント、次の人に引き継ぎよろしくお願いしますみたいな LINE が来たんですよ。で、あのー、まあ、要は、 自分、僕が作ったアカウントをそのまあ残ったっていうか残ってる社員に引き継いでくれまるまるそのまま渡してくださいねみたいな LINE が来たんですよあの当然僕は嫌ですって <laughs> まあ最初「いや引き継ぎって何のこと言ってるんですか?」っていうふうに調べくれてまあ LINE 返したんだけどもその引き継ぎ先 になる人からもう LINE が来て、なんかあの社長から引き継ぎの話聞いてますかって言うから、いや、聞いてるけど、俺引き継ぐつもりもないし、で、そもそもアカウントの譲渡ってその SNS 禁止してるんで、はい。いや、やりませんよって言ったんですよ。 で、SNS が禁止している動向の前に、まあ、そもそも僕のアドレスと電話番号とかで登録しているものですから、これ個人情報ですから、で、パスワードまでだって一旦渡さないといけないわけだし、えー、その SNS、まああ、会社のアカウントとかをその共有で管理するのは許可してるんだけども、アカウント譲渡することはそもそもその SNS も許可してないんですよね、はい。だから僕やりませんよ、社長っていうふうに LINE 返したらなんか、なんかごちゃごちゃ言っとるんですよ、最初 LINE で。はい で、あのー、まあまあまあ、まあ、あのー、まあとにかくやるつもりないんで、だって個人情報だからっていうふうに LINE してたら、それが、まあ要はその退社の前日だったんですよ。はい。で、あのー、翌日に、またなんかその、引き継ぎどうなってますかみたいな LINE が入って、まあ見てたんだけど、こんな仕方だよと思ったら、まあ電話が来たんですよ。電話出たら、あのー、引き継ぎどうなってるって言うから、 いや引き継ぎどうなってるもん何もだから何のこと言ってるんですかこれ引き継ぎってって業務の引き継ぎよろしくお願いしますアカウントの引き継ぎよろしくお願いしますって社長言ってるけどこれ何のこと言ってるんですかって業務なんか引き継ぐことなんか一つもないしでアカウント引き継げってもし言ってんだったらこれあの僕変な話見ず知らずの、ね、どこの馬の骨かも分かんないやつに、えー、僕のメールアドレスと電話番号で作った個人情報ですよね えー、個人情報の塊のアカウントをそのまま渡せっつってるんですかこれっつったのはい,いやだからあのこれ会社の時間で作ってんだからあの会社の所有物でしょみたいなこと言ってるからいやいや会社の所有物じゃねえだろっつってだって俺のアカウントでつ、ね、俺のメールアドレスと番号で作ってんだもん一筆書いてんだったらまだ別だけども,、うん、もう自分で作ってるもんなんでそれ会社の所有物なんよっつって ああ,ああまあそりゃそうかみたいな。いやだ個人情報をじゃ社長わけわかんないやつに、じゃあ個人情報を渡せってあんた言ってるわけっていう。うん。せじゃそういうふうに言ってるってことでいいんだよねって個人情報を渡せって。そうん。行かれたこと言ってって分かってるっつって。そう。いやいやいやそんなの個人情報だよ。そんな個人情報渡せなんて言ってないよ。あとこれ、あれでしょ会社のアドレスで作ったんでしょって調べっくり始めたから。<laughs> いやいや、会社のアドレスなんかで作ってないでしょそれ社長知ってるでしょって,言われつって。 だって最初に入社した時に自分のアドレス作ってねって話をしたの社長なんだから <laughs>、いかに会社のアドレス作ったんでしょっていうわけかなこと言ってんすかつって。うん。俺のアドレス作ったの知ってんでしょって、俺も言ってんだからって。そんな渡すつもりないだろうっつったら、よし、そりゃ健タ君の言う通りだよ。うん、それ、自分のアドレス作ったの渡す必要ないよ。そのののあ、ありました。この件は僕一旦預かりますかちゃんと切られて。こいつ何言ってんだと思って。うん。 要は、結局僕、まあ、ケーキ満了でいなくなりますけども、まあ、そのアカウントそのまま使いたかったんですよね。まあ、2万数千人、まあ、フォロワーがいるんで、使えるじゃないですか。インプレッションを稼げるんでね。はい。だけど、そんなの僕絶対やりませんし、渡すぐらいだったら消すでしょ、つって。うん、わっけのわかんない奴にパスワードとメールアドレスと渡すわけでしょバカじゃないのっつって、そう。で、プンスカ、プンスカして、まあ、電話切ったんですよね。 そしたら僕、あの今回のこの会社、あの派遣会社を通して行ってるんですよ。はいあのー、まあ、そんなに小さくない派遣会社なんですけども、そしたら今度、派遣の担当からかかってきて、あのーね、ねえ、健人君、なんか、あの引き継ぎの件で揉めてるって社長がなんか言ってきて、あのー、ちょっと派遣会社の方で、 なん,なんとかしてくんねえかっていうふうにちょっとあの言われて今担,担当の僕から電話してるんだけどみたいな、はいまあ、結構年配の方なんですけどもあーなんかそうですね引き継ぎ揉めてるっていうか,なんかあのアカウント引き継げってバカなこと言ってるんでいやそんなことしないですよっていうふうに僕はただ言っただけですよってそしたらあのいやねまあ確かに個人情報をね渡してくれっていうのはおかしな話なんだけどあの。 一応今まではそれでまかり通っちゃってるんでって言うからいやいやまかり通ってたかもしんないけど俺にはまかり通んないからそんなもんっつってえ何これじゃあ派遣会社としても俺に個人情報渡せって言ってるんですかっつったらいやいやあのまあてかそれで一応今までやってきちゃってるんでって言うからいややってきちゃってるんでってそれおかしなこと言ってんだろわかってるっつってうんあの僕もともと仕事中結構従順なんで多分普通に渡してくれると思ったんでしょうねはい、あ、あのー ねやっぱ、うん、ねなんかそれでイエスマンみたいな感じで思ってたんじゃないですか多分 <laughs> ねあのー、はいだいぶ猫かぶってるんでねそういやだからまかり通ってるんでっていうから「いやまかり通ってたってそんなもん知らねえよ」っつってもう「行かれたこと言ってんじゃない」っつって切っちゃったんです俺 <laughs> めっちゃうるさいからなんかごちゃごちゃ言ってたけど、うん、もう,うるさいからっつって「もうおかしなこと言ってんなよ」っつってもうんなことアカウント朝ねアドレスとパーサード渡せるなんてっつって「うん、じゃああれ,あれだの?」っつってだってねえ 変な話、その SNS のパスワードを渡すってことは、ネットバンクとかやってた場合にね、あの、もしかしたら、同じパスワードを使ってるかもしれないでしょって。まあ、僕そういうことね、そういうことやらないけども、えー、もし仮にね、そのアカウントを渡した先の子がね、じゃあハッキングとかできる人だったら、パスワードなんか安易に推測されちゃうからねって。じゃあ派遣会社、それで俺、もし、あの、うちのネットバンクやられて、損害出たら、じゃあそれ保証してくれんのって言ったら、 いや、ちょっとそれはって言うから、じゃあそれはっつってんだったら、うん個人情報渡せなんてアホなこと言ってんだよって切ったんですよ。そう。で、しばらくしたら、あのー、なんか、その切る前に、いや、そもそもねっつって、あのー、自分のアドレスと電話番号紐づいて、それ消せないからっつって。あそれ消せんだったらまだしも、消せないもん渡せってもう無理だろうっつって、うん。アドレスごと渡せっていうか、じゃあアドレス代払えっつって、そう。したら、 それで切ったもんだから、要はそれを派遣会社の人とが社長に多分言ったんですよ。アドレスとか紐付いてるんで渡せませんとか言ってますってのを、今度派遣会社の担当がまた社長に戻したんですよね。したら今度社長から、あのー、その SNS の、あのー、なんだっけ、えっと、SNS の、なんだあのー、管理画面っていうかアカウント画面の、 えー、パスワード変更なんか変更してるところのスクリーンショットとで電話番号を削除してるところのスクリーンショットが社長から2枚ポンポンって LINE で送られてきてそのスクリーンショットの後にはいパスワードとあのアドレス、えー、メールアドレスっていうかそのアカウント の、あれ引き、アカウントのなんていうのその ID? 引き継ぎよろしくお願いします。みたいな。LINE が来たんですよ。だから要は、あのー、アカウントのメールアドレス、紐付け消せるよねみたいな。電話番号を削除できるよねみたいな。は、うん、できますよってスクリーンショットが送られてきて、はいじゃあ渡してねみたいな LINE が来たから、もう完全にプッチーンって、もう電話かけようと思って。もう、ムカついたから。そう。そしたら、ムカついてかけようと思ったら、今度あっちから電話かけてきたから、あのー、電話出て、あのー、何って言ったんですよ。もう、もう、いつもだったら、はい なんすか社長っていう感じだったのにもう昔だから何っつったらいや何っていうかあのだからスクリーンショット見たでしょみたいなあの消せるからあ,のあれでしょアドレスと番号紐付いてるから渡せないみたいな感じなんでしょって言うからいやもうそういう話をしてんじゃねえんだっつってな、うん、めてんのって昔だからもう、うん、いや個人情報を渡せって言ってることが俺はムカつくんだよっつって気に食わねえのはそのなんかあの俺が作ったもんねいやせめてだよ 会社がじゃあアドレスとかね、電話番号用意して作って、でやってんだったら別にどうだっていいけど、俺自分の携帯でアドレス取ってやってんだよって。うん。女のもそういう風にやらしてる方が悪いのに、何それ渡せって、いかれたこと言ってんじゃねえって言ったら、そしたらあの、社長なんて言ったと思うびっくりするんですよ。もういかれたこと言ってんじゃねえって、ムカつくんだよとかいろいろごちゃごちゃ俺が、もう少しちゃんとね、えー、こういうポップな声じゃなくて、あのー、もう少しなんかちょっといかめしい声で言ったんですよ。はい。そしたらあのー、もういかれたこと言ってんだよって言ったら、 あっちからすぐ、行かれてるよな。おかしいよ。うん。行かれてるよ。これ、これおかしいよって言い始めて、えいや、だから、えで,で,で、で、んって言ったら、いや、もう行かれてる。おかしいよ、これは。つって。これおかしい。もうね、おかしい。もう、派遣会社が言ってることおかしいって言うんですよ、社長は。えど、どういうことですかってったら。いや、もうね、もう行かれてんだよ。あの、もう健太くんが所属してる派遣会社ね、行かれてんのっていうふうに社長言うんですよ。え、な、何が行かれてるんですかってったら。 いやだって、この、引き継ぎをね、これもう、個人情報だよ、これ。個人情報をね、知らない人に渡せってのはね、俺は行かれてるよって社長言うんですよ。えって、いやそれ社長が指示してるんでしょって。いこれ派遣会社発信じゃなくて、社長が言ってんでしょって。行かれたこと言ってんの社長でしょって言ったら、違う。う派遣会社が行かれたこと言ってんだよ。個人情報渡せとかさ、つって。いやいや、そんなん派遣会社言わんでしょって。だって派遣会社何の利益もないじゃないですか、そんなんもんって,って。うん。 いや、もうおかしいんだよ、って。もうね、これね、もうおかしいよ、これ。もう、あ、おかしい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 って始まったんですよ、もう。もう。か。社長言ってることおかしいですよ、つって。もう、おかしいの、社長ですよ、おかしいですよ、つって。そしから、いやいやいや、もうね、派遣会社がおかしいの。もう、ケンタ君も、僕も、これ被害者だからって始まって。いや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 、誰が被害者被害者とかじゃないですけど、何の話ですか、そら。いや、もうケンタ君も被害者だし、僕も被害者だ、これ。 うん。もう誰も悪くないこれ。悪いの派遣会社だみたいな。全部、悪いの派遣会社だ。俺振り回されてんだって言うんですよ、社長が。もう、あの、完全に、あの、<laughs> もう手のひら返して、自分が言ってたこと全部なかったことにして、派遣会社のせいにしようとしてるんですよ、今度、社長が。いやいやいや、派遣会社そんなこと言わんでしょっつって。だって派遣会社そんな個人情報渡したところで関係ないんだから、つって。社長が言ってんでしょっ,ってなんだけど、いや、もうね、振り回されてる。もうね、けんたくも僕もね、ほんと振り回されてる。もう、 ぐちの一つも痛くなっちゃうのこれはとか言って。うん。いやいや。ま、えもう、よ、よ、わかるんけど、おかしなこと言ってますよ今、ってのいや、もう、わかった、わかった、わかった。もう、わかった。もう、本当に、もう、俺ら被害者、二人とも被害者だから、わかった。もう、あの、今日、もう、あの、時間来たらタイムカードピッて来てね。あの、後のことは全部俺に任せてくれればいいから、もう、わかった。大丈夫だから、もう何も気にしないでいいから、うん、わかった。ごめんね。じゃんって切られた。はい。ムカ <laughs> むかつくでしょ。<laughs> ねえ。 あのー、本当にムカつきましたね。あの、実際こういう、こんな感じで明るく喋ってないんですよ。本当はもっとあの、結構僕もイライラしてたんで、もうね、なんかその、個人情報渡せてって言うんだったいやいや、腹立つじゃないですかって、本来。うん。ねそう。ねこんな感じですよ、お昼の世界は。はい。<laughs> ねあのー、この、ね、僕の動画、の、結構ね、やっぱもうアウトローの人とかも昔見ててくれたんで、 あれなんねすけがも, <laughs>、ね、もう茶番でしょうん。なんかもう、でも平和でしょ <laughs> うん。平和だよね。なんかすごく、うん、もうこのアカウントがどうだこうだで、なんかあのー、ね、派遣会社が間に入ってとかもう平和でしょ最高でしょうん。はい。っていう感じでね、なんかあの、詐欺会社の社長のくせにね、なんか、 で、今度、弁護士がとか最初言ってたんですよ、最初、これ、僕の他の子に、僕と一緒の日に辞める子に、いや、なんか、あの契約上渡さなきゃいけないって話になってるのに、健太君が5年初めてとか言ってたらしくて、まあ、最悪弁護士、会社の弁護士、今動いててとか言ってる、大体ね、あのもう一般人は弁護士って名前出せばビビると思ってる、こういうあたりが、まあそもそも腹立ったんですよ、僕は。はい。大体ね、そう、社長のね、やり口だったんですよ、もう。 弁護士って言うとみんなビビると思って、今会社の弁護士動いてっからとか言って動くかそんなんでっていう、うん。書面にも何も残ってないのに、何のこと言ってんのと思って、もう、そういうのが腹立っ,ったんで、全部言ってやろうと思って、そう、もう行かれたこと言ってんだぞ、お前。頭、頭おかしいこと言ってんだぞって。で、その後今度派遣会社からまた来たから、もう派遣会社に、あのー、もう、あのね、つって。 なんか、ごちゃごちゃわ若いこと言ってるけど、お前ら本当おかしいこと言ってるんだから気がつけよ、つって。うん。僕はほら、派遣会社さんからね、仕事もらってる側だからあれだけど、おかしいこと言ってんのはそっちやんだから、あのー、個人情報渡せとかね。で今まではそれでまかり通ってましたとか、バカなこと言ってないで、もうおかしいことはおかしいって言わなきゃダメだよ、つって。もう、うん。派遣先の社長がおかしいこと言ったら、いや、それちょっと違いますよって言わないと、うん。そんな、 バカだろうっつって。だってこれ他の子たち渡してるんですよ、アカウント。個人情報。はい。あの、引き継ぎ、っつって。そう。僕も、だからこれ、あの、前に僕がいた時に辞めた子が、あの、健太さんにアカウント引き継ごうよう言われたんでって言うから、いやいやいや、アカウントなんか俺いらんっ、つって。女の子なんだけど、大学生だった子ね。いや、なんか社長からアカウント渡せって言われて、やだっつったんだけど、そしたら今度派遣会社から変わってきて、 アカウントはもう渡さないとあの仕,事上仕事の時間で作ったんだからあのもうそれ渡さないとだって業務,業務で作ってるんだから給料払って作ってるみたいなもんなんだから自分のアドレスだろうが何だろうが渡さないと駄目ですよって今度派遣から言われたから「やだけどちょっと渡します」って言われて「いやいやそんなんいらんしそんなん負けちゃダメよ」っつって「個人情報を買ってだって俺がねじゃあ分かった引き継ぐわ」っつって俺めちゃくちゃ悪いやつだったら。 アカウント悪用するし、パスワードもアドレスとかも全部悪用しちゃうよ、っつって。そう、そうだ、そうですよね。いや、そうなんですけど、派遣と社長から言われたんで、もう、はーい、って言うから。じゃあ、かった、引き継いだことにして、あの、あの、本当は引き、もう、期間から、それも消しちゃえな、っつって。そう。あの、で、凍結されたからって、社長とかに言っとくから、っつって、そう、それがね、最初、俺が入って1ヶ月しないぐらいであったんですよ、実際に。だから、きっと、ね、 退社日にも多分引き継げて言っていくんだろうなって予測はしてたんだけど、あんなにごねられると思わなかったんで、もう、本当に腹立ったっすね。はい、あ。なんか、そう。という感じでね、えー、まあ、とりあえず、もう、まあ、やめたっていうか、景気満了で、はい。次の会社なんでね。次の会社もなんかね、似たようなことやってるんでね、はい、あ。なんか似たようなことで揉めそうなんですよね。 別にいらないんだけどさ。そう。はい。いやー、でもね、やっぱあれですね。なんか、雇われの身って大変ですよね。<laughs> はい。え、そんな感じです。ね。というわけで、えー、まあ、詐欺会社の社長とちょっと、なんか、一悶着一応辞めるときありましたよっていうね。えー、まあ、僕はもうそういうの慣れっこなんで全然平気なんですけども、 皆さんもね、理不尽なことをね、会社の社長から言われたらね、ノ、no、ーと言える日本人になりましょうっていう、はい、えー、そういう動画でした。はい、以上です。さようなら。